ラッパーズアイスクリーム。ここはもともとはコーヒーのお店らしくて、コーヒーもすごい売りですけど、去年ねアイス買いに来たんですけど、いや本当美味しかったですよ。ブラックフライデーだからちょっとしたセールをやってますね。アイスはセール対象にならんのか。いろんな味がありますね。でも今ヒルトンの花火が終わってきたばっかりなんで、めちゃくちゃ混んでますね。ああそうなの。Thank you.これなんだっけ、キャラメルクリームマカダミア、キャラメルココナッツマカダミア、キャラメルココナッツマカダミア味、いただきます。うん、思ったよりくどくないな。あ、ココナッツ、シェイブココナッツが入ってる。美味しい。あ、やばい、これは結構溶けちゃうと思う。そして下がパッションフルーツ、リリコイパッションフルーツ。うん、あ、ちょうどいい酸味と、うん、こっちの甘さとこの酸味が永遠に終わらないパターン。うん、美味しい。美味しい。こっちはちょっと危なくない？ああ、美味しい。今ナッツがゴロッとしたのがあって美味しかった。
バリっていうかと思ったらしっとりだった。意外としっとり、うん、焼いてるから ね、おばちゃんが職人芸みたいな感じで焼いてた、うん、ちゃんとしたこういうスイーツ食べたのそう多くないからね。バナーは食べたか、やっと。バケット来たね。こう食べていいですか、いいですか。美味しい。